ジャイアンツとしては昨日新外国人カスティーヨの、正式に契約をしたという発表がありました。5月の末に来日、そして6月からはゲームにも出てくるという情報です。そういうふうに外国人選手を補強に動かなければいけない状況に持ち込んだのがこのルイスの不振でありました。さあルイスに対する第9、152キロ空振り。今のスピードガン、そしてこのルイスの空振りに球場内が沸きました。マウンド上落ち着いて見えます伊藤智仁。今シーズンは4勝4セーブ、完全復活の伊藤です。そしてこの回スワローズの守りですけれども、まずファーストにオルティスが入りました。そしてショートに宮本慎也、ショートの飛ばしがライトに回っています。153キロまた出てツーエンドワン。いや早いですね、今ファームで調整中の石井和久も150キロ近いボールを、もうインスタンで投げているということで、これも6月にはね上がってくるような情報があります。スワローズとしてはこれからまた投手陣駒が揃ってくればもう手がつけられない存在。最後は145キロ、ピンチヒッターのルイス三振。ジャイアンツ先頭バッターを出すことができませんでした。最後の球が唯一甘かったこと、甘いといえば甘いですけども、それにしてもあのインサイドを見てましたら、手が出ませんね。そうでしょうね、塩原さん、先ほどあの川口投手の不可解な交代なんですが、肩の違和感だそうです。肩の違和感、そうですか。スムーズじゃなかったですからね、交代が。こうして打撃陣が伊藤の前にくるくるっとバットを振っていく中、またまたジャイアンツ投手陣に良くない知らせが飛び込んでまいりました。川口は肩の違和感。さあそしてピンチヒッター井上、スライダー空振り、ツーストライク。この球投げられたら何も打てる球ないですね。最後はバッター回っていません。ツーエンドワン。アマチュア時代の本当あのスピードにね戻ってきてますよ。今のスライダーなんかも本当ね、アマチュアの時はもうまっすぐとスライダーだったですからね。肩壊してからフォークがね、もうフォークが少なくなりましたよね。この球あれば十分ですね。スライダーを続けます。カウントは2&2。ジー途中から守備に入っております。井上、右バッターボックスです。見逃しの三振。ジャイアンツ打線手が出ません。記憶に新しいところでは東京ドームで魔人佐々木の前に5人連続三振というのがありましたけれども、この今日の伊藤智仁もジャイアンツ打線もあまり良くないということもありますが、打順もあまり良くないということもありますが、いやしかしね、打ちそうな気配はありませんね。この球投げられたら打てませんよね、本当にどの球の投げミスを狙うかだけでしょうね。さあしかしバッターボックスにはピンチヒッター福王、20日の横浜戦では今シーズンの第1号、もちろん代打で放っています。ただね、小花コーチがね、伊藤のこのフォームに対してね、ちょっと心配してるんですよ。
テイクバック取ってからね、肘が深くこう入りすぎてってね、でそれがこう前回肩を壊す原因になりましたからね。また再発しないかということになりますね、しかし148キロ、やっぱりね、それだけのリスクを負ってるからこの球を投げれるんだと思うんですよ。だからこれで連投していきますと、まあ、壊す可能性というのはまた残されていることは残されてますよね。でも本人も同じ失敗というのは繰り返さないようにしてますからね。カウントワンドワンから ジャイアンツの4番の表情が曇っていきます。5回に逆転ツーランを放った広沢、神宮でジャイアンツのユニフォームを着て今日は笑顔が見られるかと思いましたが、そして5番に降格されてなお結果が出せない主砲がいます。2エンド1から打ち上げました。さあ誰がという、最後は宮本慎也が抑えました。ジャイアンツ9回3人で攻撃を終え、ゲームセット。ライトスタンドから赤いメガホンが投げ込まれています。8回の裏に逆転を期してジャイアンツ5対4敗れました。3連勝とはなりませんでした。逆に勝ちましたスワローズ、さすが首位を行くチームの貫禄、そういった今日はゲーム運びでした。